はい、それではね、マイタイムアットポーシャの続きをやっていこうと思います。目覚める前にね、データのチュートリアルということで、ちょっとよくわかんないんですけど、やってみたらなんとなくわかるかな。アクションポイント。いいか。なんとかなるでしょう。はい。じゃあちょっと魚に餌あげとこう。こうして。よし。お手紙が来てますね。よし。研究結果。上級カワスキ機ですね。何ができたかなちょっとわかんないけど。また作ってみましょうか。いろいろアップグレード。作業台をね、アップグレードしていろいろ作れるようになってるんですけど。ポイズンナックル。これ強いですけどね。でも毒の爪っていうの持ってないな。なんかそういう毒の敵ですね。が取れるのかな。と、ピッケルと斧が強化できると思うんですけど。マンガンがいるんだ。アップグレードキット。マンガンが3つ。ツルハシが、マンガン2つ。だからマンガンを5つ焼かないといけない。でもかまどは埋まってると。これでももう2時間だし、こっち鉛が空いたらじゃあちょっと、マンガンを焼こうか。あれ？ここでマンガン焼けへんかった。あったあった。でも鉄鉱石がないわ。鉄鉱石が1個で4でしょ。4で5つとりあえず焼きたいから、20だけちょっと買ってこっか。その後、掘りに行きましょうか。ね。よし。じゃあ、とりあえずあと仕事をもらいに行きましょう。ヒギンズ。早いな。ヒギンズは1回ここで、待って、8時になる瞬間にダッシュで入る。でしょ？ほら入った。ね。よし。先に行くぞ。で金曜日は若干ね、いい仕事がね、入ってます。ほら、なんか A とかあるでしょ。上級カワスキ機。ちょっと今聞いたばっかりのやつなんだけど。こっちは。調理セットはいいですね。これもらっとこうか。上級カワスキ機。さすがにきついよね。ヒギンズは何取るんだろう。なんか、下のやつ見てなかったけど、なんか B のやつ取りましたね。いいか。で、研究所も行ってきましょうか。よし。TT ストップ。何？ちょっと待って。哀愁のカップっていうのがあるな。これを、どうしよう。さっき聞いてこっか。ね。何がいるかわかんないしね。いいですね。でもこのスプリンクラーがちゃんと回ってるの。っていうか今までスプリンクラー使ってなかったってことか。これ全部、バケツで巻いてたの？もしかして。こんだけの広さを。よし。エミリーですね。王平一の。エミリーどうしたの？浮かない顔してるね。ミスターメロンの成長が止まってしまった。今年も優勝は無理みたい。病気になっちゃったの？十分大きい大きいという仕方。来年頑張ろう。聞いてみましょうか。病気になっちゃったの？病気じゃないみたい。多分この大きさが限界なんだと思うわ。そうだとしたら、もう私にできることはないかな。難しいですよね。自然相手ですからね。落ち込まないで。一杯おごるよ。太っ腹だね。本当にあなたって優しいのね。ちょっと元気が出てきたわ。で、Go to ラウンドテーブル。ラウンドテーブルってどこ？ラウンドテーブルってどこ？あそこかな。お店？地図。ここだな。ここだな。ラウンドテーブル。いいわ。ついでに行ってこうか、じゃあ。エミリーはついてこへんの？なんかもらってくるのかな。一杯おごるよって言ってたからには。今日はでもちょっとね、マーリンとデートしないといけないんで。誰が入ってんのこれ。よし、ここですね。多分、よし。ああ、始まったね。うん。ジャンゴ特製のレインボーレモネードがすごく美味しいの。うん。友達のソニアの一押しを、ソニアが言うには、レインボーレモネードはスイカジュースに負けないぐらい、ああ、かわいそうな。思い出した。ミスターメロン。うん、元気出して、君はベストを尽くしたよ。フェスティバルで美味しいものを食べよう。すっごい誰でも言えそうな慰めの仕方ですね。うん、で後ろのポスターのおじさん誰なんだろうね。うん、マイウェイって書いてあるけど。うん、そうね、楽しまなきゃ。ね、なんて言ったって、私の一番好きな祝日なんだから。それに諦めないわよ。来年はもっと大きいのを作ってやるんだ。Do you best? とうとう僕まで英語になってしまいました。うんもし必要なら、助け、もし何か助けが必要なら、言ってね、みたいな感じだね。ほら、英語喋り出すからみんな英語になっていくじゃないですか。I feel like I cut some second wind ってどういう意味なんだろうね。うん、キャッチはコールドだと風邪をひくでしょ。コールドじゃないもんね。セカンドウィンド。まあ、なんか、あれだよね。元気を取り戻せそうな気がするわ、みたいな感じでね。ダーツがあるわ。やってみない？まあいいわ。ちょっとダーツやったことないけど、やってみようか。私、ダーツ得意なの。ジャンゴよりうまいわよ。ダーツのガイド。ダーツの刺さった場所によって得点は変わります。ダーツは、照準のある場所に刺さります。うん。ダーツのカウント、キーボード操作。わからへん。照準、あ、動く。ここに刺さるの？投げる。RT で投げる。30を一応狙った方がいいね。ここで狙おうか。ほ。あ、もう一回押さなあかんの。よし。ほ。30いった。あ、ちょっとでも投げてから、回るね。なんかちょっと手前ぐらいで。あ、違った。手前ぐらいで。よしよしよし、そう。構えて、ここだ。30。構えて、てか簡単じゃないこれ。普通に満点出すんですけど。うん、もういいわ、1回でいいわ。うん、わあ、すごいじゃない。それほどでもないよ。今日は一緒に入れて楽しかったわ。すごく元気が出た。オータムフェスティバルに一緒に行くって約束忘れないでね。忘れないよ。またね。そんな。で、おごるよって言った割に500ゴールドもらってるっていうね。うん、ちょっとなんか罪悪感ありますね。もう消えた。エミリー消えた。ちょっと時間が、何がないタイム。あれが欲しいね。今日デートをするから、プレゼント、お花買っとこうよ、ちょっと。何がいいか分からへんけど。このバラあげとこっか。ね。まあまあ、外れはないでしょ。外れはないでしょ。で、トータルツールじゃなかった。なんだったっけ？アップグレードキットを33必要だ。6必要だね。うん。鉄鉱石を、で、20ぐらいって言ってた。一応30買っとこう。これでいいよね。花火。うん、日が落ちた後に打ち上げればとても、うん、花火打ち上げ花火ってこととはまあいいか。おお、びっくりした。切られとんだ。研究所で、データディスク、次のやつ渡しとこうか。マリオンまだ働いてますね。ペトラどこにいる？あ、いたいた。次のやつお願いしますよ。うん。あ、また押しちゃってすぐ。10枚ね。もういや、もうそんだけしかないんで。うん、明日までには何日かかるか分かると。マーリンちょっと話しとこう。今日6時からね、お願いしますね。教会の人たち、いや、全然関係ない話するな。プレゼントはデートの時に渡しましょうか。せっかくなんで。じゃあ、いっぺん帰って作れるやつ作っておこうかな。で、鉄鉱石掘りに行こう。ここ。調理セットと、あと何がいるんだったっけ？あ、マンガン？これ終わったね。じゃあ、マンガンを7個焼けるのか。じゃあ、まあ、7個焼いとこうか。一応。で、あとはいいわ。鈴合金はまだガンガン焼くんだね。で、これは、アイアンウッドがまだ、交番がまだいったと思うんだけど、アイアンウッド4枚ぐらいでよかったよね、確か。ちょっと一回キャンセルして、こっち、チアコ。炭素鋼のノベル。これと、これと、何がいるか見とこっか。クレーンに、アイアンドは4枚でしょ。これは足りるんだよね。交番がないんだね、あんまり。滑車今作ってるし、溶接はあるし、交番が2枚、上級皮すき機に4枚、制動パイプも2個いるね。制動パイプ2個だけちょっと作ろうか。空いてるしね。滑車はできました。制動パイプ2個。ペアリングが3個。ああ、そっか。一気にはできひんのか。2個、ペアリング3個。交番が、4枚だけど炭素鋼の延べ棒がないね。ちょっと取ろうか。3個木炭、めっちゃできてるけどもう1枚できるね。一応5枚できるんだね。で、4と2だから、あと1枚焼かないといけないな。あと調理セットが、レンガ、鉄鍋、大理石の板。大理石が、鉄鍋、大理石の板が何枚あるか。どっちか、大理石にしようか。4枚しかないもんね。ちょっと、これもキャンセルして、1、2、ちゃおう。8枚作っとく？そんなにいらんか。最低2枚でいいんですけど。はい。4、5、6枚ぐらいやっとこうか。これでいいですね。OK。で、ちょっと荷物入れちゃおう。お花とアップグレードキットと、マンガ焼けたらアップグレードできるね。これは、ナイトバッジっていうの手に入ったな。これいらないでしょ。これもいらないでしょ。お花持っていかないといけない。顔料も入れとこっか、どっか。入れとこう。で、鉄鉱石だね。ちょっと掘りに行こう。で、6時にアンバー島に行かないといけない。うん。ここね。よし。ここですね。で、今4000か。ここで一応アップグレード済みの異物スキャナー。ちょっとよくわからへんけど。2000ゴールドで異物スキャナーをアップグレードしますか。アップグレードすると1度に3箇所。これが1回きりなのか、毎回2000ゴールドなのかっていうのちょっとわからないんだよね。で、説明ではなんか毎回2000ゴールド払うみたいな感じだったんだけど、もしかしたらなんか、誤訳かもしれないですっていう意見もね、もらったりして、ちょっとわかんないんですけど、一回試しにアップグレードしてみましょうか。お金あるし。うん、で、入ってみます。どんなもんかですね。早速使ってみる。変わってる？外見は変わってない。あ、めっちゃでも、1個、2個、こうやって3箇所つくんですね。あ、でも形わかるのすごいいいっていうか、わかりやすいわ。ほら、何かわかるもん、これ。普通に。鉄を掘りたいんだけど。これ便利やな、でもほんま。この、わかるもんね、何か。これが欲しいっていうのが、あ、鉄出てきた。よし。とりあえずこれだけ掘るけど、あとはもう鉄鉱石掘っていこう、今日は。で、今度、どうかだね。次、やるときに何を2000ゴールドまた求められるかどうか。5時には出ないといけないね。データディスクも欲しいしな。教会の方にもデータディスクね、使うんですよ。結構掘れた？これちょっともう掘りにくいし、いいか。どっから出る？デートまで2時間とか言われるんですけど。もう早めに行けと。どこや？鉄が欲しいんですけど、ね、もうこんなすぐ近くにあるやつ。何今取った？フクロウ時計、ちょっと今、地面に落ちてたけど、なんか、採掘っていうより。あ、これでもなんかめっちゃ遠くまでサーチできるようになったね。思ったけど。3箇所。これもわかるし。便利。まあでももう行かないといけないんで、行っちゃおうか。鉄は、180ですね。まあまあいいか。よし。うん。臨時ショップあったら買っていってもいいけど。ないな。わからへん。よし。じゃあちょっと、どういう動きするか見てみようか。マーリンが。本当はこっちに行かないといけないんだけど。一回こっち行ってやってみようか。マーリンいる？あ、もういないぞ。いないぞ。じゃあ、もう行ってんのか。あ、遅れるな、ギリギリ。大丈夫か。もう行ったんか。よし。もう待ってる？あ、いた。時間空いてる。まだ15分前ですけど。一応話してみましょう。デート開始。じゃあ今日は何をしようか。円卓の騎士に行ってみる？うん？じゃあここに待ち合わせしなくてもよかったやんっていうね。これ、乗っていったらいける？円卓の騎士に行くの？飯食うんか。ちょっと待って、一人しか乗ってなかったけど、今。ちょっと待って、置いていった。あ、来てるわ、よかった。よかった。今んとこまあ、あれだね。良くも悪くもないってか、ゼロって書いてあるし、円卓の騎士とりあえずじゃあ行きましょう。で、どうしたらいいの？ご飯食べんの？ん？何？話してみるよ。教会、ん？関係ないな。何すればいいの？ん？ここで何すんの？座る？ん？良い香りでよだれが出そう。何か注文する？もちろん。ああ、座った。何？このアクションポイントっていうのがこの足のマークのやつだね。が全部で1、2、3、4、5、6、7、10ポイントあって、消費するんだね。これをなんかするために。じゃあまず、ちょっとプレゼント渡しときましょうよ。ね。今日のためにね、バラを買ってきたんで。よし。わあ、素敵。うん。さて次、うわ、めっちゃ、めっちゃ、あ、でも15上がりましたね、ムードね。じゃちょっと好きな食べ物について話してみましょう。理由はわからないけど、チャーハンが好きじゃない。好きなものを聞いてるのにチャーハンが好きじゃないって答える。さて次は、ちょっと待って。もう一回聞いてみるわ。いつもお米を食べるから違うものが食べたいな。うん、さて次は、あ、もう聞けへん。仕事についても聞いてみましょう。なんて言おう。研究所でしょと。どんな感じ？ペトラは頭がいいよ。彼女を弟子に持ったことは私にとっても価値のあることだ。一緒に研究をすることでいつも新しい物を発見できるし分析できるんだ。これデートで話す会話っすかこれ。これ聞いて、あと注文して終わりじゃない？あ、もう一個いけるか。こっちも聞いておきましょうか。もうどうせなら。ベガ5にいた頃は最新設備に囲まれていたけど、今ほど自由な感じがしなかった。うん、それだけか。注文しとこうじゃん。ここはおごるよ。何が食べたい？あ、ちょっと待って。塩辛い食べ物が好きなんだ。ここはよく来るけど、一皿の量が多いから注文しすぎない方がいいよ。塩辛い食べ物ね。何それ？塩辛いたっても塩辛いた辛味ソーススパゲティ塩濃い味リブだ。これだな。これにしよう。これいくつも頼めるよね。でもね、でも注文しすぎない方がいいって言ってるから、何がいいんだろう。デザートも欲しい。ジュース。パンな。何頼もう。一品だけだとさすがに、あれかな。前菜が、でもあんまり頼みすぎない方がいいんかな。パスタ、スパゲティにしとく？辛味ソーススパゲティにしとくか、一応じゃあ。あ、でもご飯、米は食べたくないって言ってたから、パスタの方が良さそうだね。うん、で、リブでしょ？で、野菜は、そんなにいらんのかな。刻みにんにく、風味野菜。で、デザートですかね。松ぼっとりのエッグタルト。デザートは、何でしょう。キルシュトルテっていう、ちょっとよくわからへんけど、左に写真があるんで、ちょっと安いんだね。これにしとこう。で、何がいいかな。レインボーレモネード。シーサイのミックスジュース。まあ、コーヒーっぽい、ぽいよね。ぽいのはコーヒー。よし、こんだけ払おうじゃん。よし。総額94。先に値段を聞いてくる。2人分をちょうどよく注文してくれたね。褒められた。あ、めっちゃでもムード上がりましたね。うん。さて次は。あれ？なんか1個増えた。ムードが良かったから増えたんかな、アクションポイント。もうでも終わりだね。で、何したらいいの次。プレゼント渡したし、この教会の話しかせえへんし、どこに行くの？ダーツしますか？僕得意なんで。ダーツする？ダーツがうまいって聞いて見せてくれないよ。し、じゃあしてみよう。得意なんでどうだったっけ、やり方。簡単なんですよ、これ。めっちゃ。ほい。でしょ？構えて、ちょっと、もうちょっと待とうか。ほい。よし。構えて、ほい。よし。構えて、ほい。もう、あと1個。よし。構えて、これぐらい。よし、ほら。まあ、とても上手。これだけ見に来た。先生が見に来た。次はどうしようかな。こんなんやったことないんだけど。あと1個、なんかやれるね。何ができるのか分からへんのよね、でもね。他行けるとことかないんかな。分からへんのか、これ。あ、書いてある。これか。これができるってこと？スロット。もうこの3つの中から選べってか。じゃあまあ射撃やっとくか。はい。ちょっとやったことないですけど、これも。バルーンに照準を合わせて、割り当てられたボタンで発射します。射撃しやすいのは前列のバルーン。RT で撃てばいいのね。ちょ待って、ちょ待って、動く。難しい。でかい、これ。ちょ待って。何発撃ってんの？縛れた。むずい。よし。何発撃つの？ 9 発って書いてある。よし。ちょ待って。よし。この方がいいな。あ、まあ、わかんないな。いいのか悪いのか。バルーン射撃がうまいって聞いたよ。見せてくれない？あ、まだ撃てんの？もう一回やっとくじゃん。ちょっと分かってきたから。よし、あれ？揺れてるからね、これ。撃ちにくいね。大きい的は狙いやすいけど。うん。よし。ちょっとコツ掴んできた。うん。よし。これよし。あ、よし。結構いったんちゃう？ 400。まあ、とても上手。マーリンとのデートは終了しました。楽しかった。素晴らしいデートをありがとう。またね。もうマーリンとはデートできない。これが社交的関係というものか。私の感情の起伏について検討し、後で結果を連絡しよう。採点されるんですか？うん、まあいいか。まあ無事に乗り切ったんですけど、結構ちょっと数字見れなかったけど、ムード70いくつぐらいまでいってたよね、多分ね。まあ楽しんでくれたんでしょうか。わかんないね。難しいな。もう普通に帰っていくの。うん。謎な人ですね。はいよ、ちょっと、いろいろ作らないといけないから、いっぺん帰ろう。待ち合わせ場所あんまり関係なかったよね。いきなり、円卓の岸行こうかって言われたし。俺と、あ、全然牛掘ってやるわ。忘れてるわ。夜になると寝るんだよね。前いなかったけどさ。もう触れなくなるんかな。あ、消えた。寝ちゃうとさ、あ、いるわ。あれ？こっちは撫でれるけど、こっちは撫でれ。わからへんな。マンガンと、時間かかんな。鋼の板でしょ？制動パイプ作って、ベアリングが3つ確かいるんでね。うん。で、これ。大理石。よし。で、調理セットを先作っちゃおうかじゃん。あ、で、鉄鍋が2ついるわ。なんかもういろいろ手に入ったから。これ何？ああ、拾ったやつか、これ。鉄鍋2つ。調理セット2個だよね。うん、で、大理石と、なんだっけ、あと、石レンガか。これで2個できる、2セットできるんちゃうかな。これ。よし、できた。はい、もう1個。はい。これね。はい。よし。で、次は、なんかできるやつあるかな。どっちかだよね。これも作れるんじゃない？鋼の鋼板が作っちゃおう。4枚あるよね。これ、制動パイプ。あとなんか、チップ。中のチップがいった。どれだ？これ、シンプルな回路だったかな？違ったっけ？鋼板、うん、制動パイプ、シンプルな回路。あ、できましたね。よし。これどっか置いとこう。この辺、でかい？結構でかいな。向きを回転。回転させる。なんでこう向きでしかできんの？こうか。こうやって置いとこうか。ちょっと、大きさが合わへんな。これ、あ、フラワーカーペットこれで作るんだね。そうだね。前一回依頼でありましたけど。うん。もうそれぐらいか。クラフト完了。大理石の板はできた。鋼材の板もちょっと作っとこう。よし。これ大丈夫だね。質合金は、木材足して、マンガンが、あと3つ、4つ。あとクレーンですよね。クレーンできんのかなあ、炭素鋼の延べ棒が15いりますね。なんとかのフレームっていうのがすごいいる。ロックしかないもんな。これガンガン焼いとこうか。鉄鉱石取ってきたんで。よし。あとこっちももう炭素鋼にしよう。間違えた。よし。あ、もうなくなった鉄鉱石。燃料切れ。銅も足す。これも自動で全部やってほしいね、ほんと。で、どっちか動画アップグレードできると思うんですけど、斧か、ツルハシ。まあ、先斧やっとこうか。よし。これで、これ以上強くなるのかな？どうなんだろう。斧は。どうでしょうね。で、これを戻して、で、あと何？この異物も入れとこうか。もう一個なんか取らへんかったっけ？取ってないか。あと、何すんの？炭素鋼が6しかないから。クレーン見てみよう。もう一回。あ、調理セットか。調理セットって誰に渡すんだったっけ？誰だ？誰？アントワーヌか。アントワーヌもう、動いてるな、アントワーヌ。ちょっと待って。渡せたら渡しとこう。今、移動中ちゃう？飲み終わって。いる。よし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 。渡しとこう。うん。仕事が早いね。良いビルダーだよ。オッケーオッケー。結構もらいましたね、お金。よし。アントワーヌ、このアパートに住んでんのか。それっぽいね。で、明日またなんかお祭りみたいなのがあるんですよね。まあ、ガスと話しかけとこう。うん、日曜日の週間、眠くてたまらない。別に行かなければいい。よし。で、何しよう。クレーンか。あと、何がいるんかな。滑車作ったでしょ。ウィンチ作っとく？ヤリングがあと、まだいいのか。うん。鋼板とアイアンウッドはいいから、これ何に使うんだったっけ？あと。鋼板2って書いてあるのかな。もう一個いるな。うん。もう一個だけ作っとこう。うん。あとはまあ炭素鋼が、できたらっていうとこかな。焼き上がりさえすればいいんですけど。もう1時だしね。ちょっと整理しよっか。あれと、なもんですね。ベアリングあと2枚いる。まあいいか、これで。いいですかね。木ちょっと切ってみたくない？よし、一本だけ切る。太い木が何回で切れるか。そして寝よう。1、2、3。あ、すごい早い。めっちゃ早いぞ。これは早いな。これは早いわ。istniją.はい、そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったら見に来てください。では、これで終わりにしておきます。お疲れ様でした。